皆さんこんにちは。今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。 Hello everyone, thank you for watching。 はい、ということで今日はですね、2つ撮る暇がないから、ちょっと2つ、いっぺんにやってしまおうという魂胆なんですが、まず今日撮影してる場所はいつもとちょっと違うんですね。実はこれは私の、メイクスクールの、お教室になります。なので後ろにも鏡があってなんか汚いものがいっぱい映り込んじゃってるかもしれないんですけど、そこのところはご了承ください。はい、まず一つ目はまた、アイハーブの方で追加購入いたしましたものがあります。アイハーブではスキンケアになるんですが、そちらをご紹介したいと思います。それからもう一つは、プチプラのこちらキャンメイクのケアメイクで、ちょっとね、水色って言ったらいいのかな、ちょっと秋なんだけど、ブルーを使ったメイクをしたいなと思っていろいろちょっと探してたんだけどなかなか見つからなくって、なかなか自分がこういいなって思う色が見つからなかったんですね。でもまあたまたま松木雄によってこうメイク用品を物色してたらこのキャンメイクのこちらのアイシャドウが、アイニュアンスアイシャドウアイニュアンスアイシャドウが目に留まって、この中のこのブルーの色がすごい私が探してた色に近かったので、まあこのアイシャドウもね500円ぐらいですから、まあ失敗してもいいやと思ってちょっと購入してみました。こちらで、今日はメイクをしてみたいと思います。今日はアイメイクだけですけどアイメイクをしてみたいと思います。では、
まず iHerb のこちらのねボックスの中にちらちらっと見えてると思うんですけど、こちらの方をご紹介いたします。追加購入のものもいくつかあって、で、ごめんなさい、私が以前にスキンケアルーティーンで、スキンケアをいろいろと あのスキンケアをご紹介しているんですけど、あそこからだいぶあの変わりまして、スキンケアルーティーンをまたやらなくては、秋のスキンケアルーティーンって感じでやらなくてはいけないなと思っているんですけど、ちょっと時間がなくて、本当にごめんなさい、いつも口癖のように時間がないとか忙しいとかばっかり言ってるんですが、はい、今日はですね、なので、前回あげましたスキンケアルーティーンからはかなり私 あの今使ってるスキンケアが変わっているということだけお知らせいたします。で、まず、今使ってる化粧水なんですが、あの時は多分4価の、ローション4価を使ってたと思うんですが、ローション4価も今も使っているんですが、普段使いしているのはこちらの、iHerb の方で購入しました NowFoods の、これは何だったっけ、ファーミングトナーかな、そうですね、ファーミングトナーを今は使っています。こちらですね、まあ、値段ももちろん4価、ローション4価の4分の1で買えますし、まあ、かなりだけど、だからといって悪いものではなくて、すごくこう質感が気に入っているので今お気に入りで、ヘビーリピートしてますね。3本目、今回でこれ、まあ、いつもまとめて買うんで今回は1本しか買わなかった、前回2本買ったので、今回1本追加購入ということで、結構ねこうしっとり感があって質感はかなり好きです。はい、次に、同じくナウフーズのこちらですね、前回ヒアルロン酸クリームを購入したんですけど、ヒアルロン酸クリームはちょっとね、私テキスチャー的にすごくねこう昔ながらの真っ白なクリームっていう感じで、あのだからといってそんなにしっとりするわけでもなくって、ちょっとイマイチだったので、今回はこちら あのビタミン C& シーバックソーンモイスチャライザーですよね、これ、はい、これを買ってみました。これの効果は、まあ、軽度の色のバランスってことなので、ビタミン C なのでかなり美白寄りなのかなっていうふうに、説明書には書いてあるんですけど、ニキビの跡やシミなどによったその色ムラをこう元に戻してくれるということが書いてあるのと、肌質的には、混合肌、まあ、ミックススキンから、ドライスキン向けということで、割と使用感がねさっぱりしてるのかなっていうふうには思いました。でただあの水分を、肌に閉じ込めて、弾力性を高めてくれるなども書いてあるので、これがねいつも弾力性を高めてくれるなどと書いてあるので、そして健康的な細胞レベルにまで働きかけてくれるっていうことなので、どうなんでしょうね、目に見える欠点を修復してくれる。うわぁ、ちょっとこれ開けられないかな。開けられました。あ、匂いはねオレンジの匂いで、ヒアルロン酸クリームよりもかなりみずみずしい感じですね。ヒアルロン酸クリームよりもかなりみずみずしい、こっちの方が好き、使った感じは。うん、匂いもねいいですね、すごい。こちらです。ぜひあの使ったらレビューをあげたいと思うんですけど、あとは、いつ、前にやはりスキンケアルーティンじゃなくて、なんだっけな、何なの、あのお気に入りの時にやったかもしれないんですけど、ココナッツオイルをすごい私は使っていて、顔には使わないんですけど髪の毛とボディに使っているんですが、今回は、
前回のは何だっけ、ごめんなさい、ちょっとブランドを忘れちゃったんですけど、違うブランドのココナッツオイルを使っていたんですが、今回はアイハーブのココナッツオイルを買ってみました。まあね、多分これに関しては特にね違いはないと思うのでご説明はしませんが、まあ、あのここの動画から初めて見た人のために、私は髪ココナッツオイルを髪の毛と、あとこういう肘、あとかかとに使ってます。そうすると、ゴリゴリこすらなくてもすごい滑らかでツルツルの肌で、あのザラザラ、冬になってもかかともザラザラしないので、もうすごい好きなんですね。なので今回大容量でね、いい感じに、はい、よかってみました。はい、次は、ここまでがナウフーズ、次が前回もあのアイハーブで購入してますアンダーローナチュラルズ、アンダローナチュラルズの方、アンダローナチュラルズの、こちらですね、乳液タイプのクレンザー、クレンザーというかのクレンジングミルク、こちらを購入してみました。アンダローナチュラルズも本当に安いのにいい製品ですよね。あ、このね、エイトベリーマスクと同じ匂いですね。あのベリー系の香り、すごいいい香り。うん、あの口コミも悪くなかったので、ミルクタイプのものって割とこう洗浄力っていうか、あのそのクレンジングする力が弱かったりとかして、あの割とこうちゃんと落とせなかったっていうことがあるんですけど、このお口コミを見させてもらった限りではそういうことは書いてなかったので、まあそれに私もそんなにあの海に行く以外は落とせないファンデーション、がっつり系のファンデーションつけることがないので、ぜひとも優しいクレンジングとして、あのね、ここから見た人のために一応説明しておきますが、ビオデルマは使ってます。はい、前回のスキンケアルーティンでも言いました、ビオデルマ使ってます。それから、何でしたっけ、ドクターブローナのマジックソープもまず使ってます。はい、でなぜこれを買ったかっていうと、冬場ねちょっと乾燥したりするときにこれで落として、ビオデルマで拭くという風な流れでいきたいなと思ってこちらを購入いたしました。ごめんなさい、はい、その繊維が細胞っていうのは年齢とともにだんだんヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンを生み出す力が、だんだん衰えてきちゃうんですけど、その繊維が細胞を生み出し、また作り出してくれるっていうことで、なんかものすごいなっていうふうに思ったのと、あとはまあね、まあうん、まあそこまでいかないにしてもターンオーバーの周期を正常に戻してくれるっていうことで、ターンオーバーっていうのは例えば、お若い20代の人っていうのが、まあね、28日周期で回っていくと、例えば私たちみたいなアラフィフになってくると100日とか、遅い人だと100日とか、まあ100日までいかないんですけど60日からだいたい後にターンオーバーが、だから28日周期だったのが60日周期ぐらいになってくるんですね、私たちぐらいの。あの50代の人というのは、なのでそれをこう促進させてくれるっていうことなので、すごいと思って、で老化などで、まあ、減少しつつあるものをあの補ってくれて、幹細胞コスメということで肌本来の力を再生してくれるっていうことなので、素晴らしいこのパンプキンと思ってちょっとまずまあね、あのとりあえず試しで、そんなにお高くないので試しで購入してみました。あ、ね、まるで、パンプキンペーストみたいな感じので、色は、あ、匂いも、もう もろにかぼちゃです。匂いも、うーん、これは楽しみですね。使
ってみたいと思います。こちらですね、アンダローナチュラルズの、グリコールパンプキンハニーブライトニングマスク。また、使ったらレビュー上げていきたいと思います。以上が今回アイハーブで購入しました、ものになります。リピートのものもあれば新規追加というものもあるので、本当にごめんなさい、スキンケアルーティーンあげます。スキンケアルーティーンあげます。本当に申し訳ないなので、もうちょっと待ってください。スキンケアルーティーン絶対にあげますので、前回は、モーニング編だったので、今度はナイト編でしっかりと今使っているスキンケアをお見せしたいと思いますので、もう少しお待ちくださいね。はい、ではこの動画がいいなと思われた方は高評価ボタンぜひお願いいたします。はい、インスタグラム、フェイスブック、アメブロ、ツイッターもやっております。もちろん、チャンネル登録もお願いいたします。はい、では、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。ゆりこでした。